モテ男クラブへようこそ。いらっしゃいませ、関口美奈子です。このチャンネルではあなたがより魅力的なモテる男性になるためのヒントをお伝えしています。イケメンじゃないのになぜかやたらモテる男性っていますよね。そんな人ができていることと、イケメンでもこれができていないとモテないという内容を今回やっていきます。イケメンじゃないから彼女ができないなんて半ば諦めかけている方もいるのではないでしょうか。ですが、実際のところモテないのは顔が原因ではないので、全然悲観することはありません。ではどうしたらいいのかお伝えしていきます。この動画が良かったら高評価か低評価どちらかをしてご登録していただけたら嬉しいです。女性はトータルの総合点で男性を見ます。なので結論から言うと、見た目に自信のない人は雰囲気イケメンを作るというのが答えなんですね。あなたの印象を作るのは顔だけでなく、振る舞いや内面、会話力など様々な要素です。つまり顔の造形が良くないならば、他の要素を伸ばして総合点を高めましょうということです。まずイケメンじゃないのにモテる男性が持っている共通点の一つ目はリード力です。なぜリード力が大切なのかというと、相手の恋愛対象に入ることができるからです。デートしたり付き合ったりするのは、彼女の中であなたの優先順位が高くなるからです。そのため恋愛対象に入ることが大事で、積極的にリードするというのは、この優先順位を上げるためのアプローチになります。恥ずかしいとか断られるのが嫌だとか、受け身で待っているだけではチャンスはやってきません。多くの男性が土俵に立てずに終わってしまいます。イケメンじゃないのに美人の彼女がいたり、彼女が途切れずモテている人は、ほとんどみんなリードができています。相手に自分を恋愛対象として認識させるということをしているんですね。今は装飾系な方が多いので、土俵に上がることができれば相対的に差がつけられるというわけです。自分は不細工だしなんて諦めているのは本当にもったいないと思います。女性は基本的に受け身な人が多いです。推しに弱かったりという子もいます。強いアプローチに負けて付き合ったとか、押されてたら好きになったということもありますよね。つまりリードすることでチャンスをつかむ確率が高くなります。女性はリードできる男性かどうかを見ています。これも脈ありサインで試してきたりします。例えばボディタッチが増えるとか、一軒目のお店を出て、この後どうしよっかなどとあなたの出方を伺います。こういう時にチャンスを逃すのかリードできるのかで差ができます。女性が脈ありサインを出す時は、内心ここでリードしてほしいと思っているんですね。なぜこんなにリードできる男性を求めるのかというと、リードできる男性の遺伝子を得ることができれば、自分の子供も遺伝子を拡散する能力が高いという可能性からです。反対にリードできない男性の子供を産んだら、自分の遺伝子が途切れてしまう可能性が高まります。こういう理由からイケメンかどうかなんて全然関係ない本能的に求める条件なんですね。では2つ目は女心を分かっているという共通点です。女心を理解していないと、もしお付き合いしてもすれ違いや喧嘩が多くなります。どんなにイケメンでも、自分は何をしても誰にでもモテると勘違いしてしまうとモテません。女心は複雑と言われるように、変わりやすいし分かりにくいことも多いですよね。だからこそ女性心理を学んで、彼女の気持ちを分かってあげられる男性が選ばれるんです。女心がわからないうちは素直に聞いてもいいですし、仲のいい女友達に聞いてみるのもいいですよね。彼女が何を思っているか知ってあげるということはとっても大切なことです。例えば先ほどのお話のように、女性が見せる脈ありサインを見せるのは男性に追わせたいからなんですね。多くの女性は男性から追われる恋愛を望んでいます。女性は好きな人ができた時、自分の気持ちを隠しながら遠回しに会話や行動で脈ありをアピールする傾向があります。これも男性に追わせるための駆け引きです。こういうサインを逃さないために、以前の動画で脈ありサインとか女性の送る直婚サインについて深掘りしているので、そちらも見ていただけたらより理解が深まると思います。イケメンじゃないのにモテる男性が持っている3つ目の共通点は、人として尊敬できるという特徴です。
ルックスが良くなくてもモテる人の特徴として人として尊敬できるというものがあります。仕事ができるということも含めてですが、何か特別な特技を持っていたりとか、向上心があって勉強熱心だったり、人として尊敬できる部分がある男性も見た目関係なくモテますね。歌がうまいとか料理が上手などといったスキルを持っている人って魅力的ですよね。あとは運動だったりとか、一つの趣味を長く続けて極めている人もかっこいいものです。こういった尊敬できる人は女性から見て刺激が受けられそう、付き合いたいと感じます。俺はイケメンだし努力なんかしなくても OK と勘違いしているような人よりも、前向きに努力し続けることができる人と一緒にいる方が女性も前向きに生きていけると感じます。将来のパートナーとしても素敵だなとそこまで考えちゃいます。イケメンじゃなくても人として尊敬できるような部分を持っている人はすごくモテるんです。4つ目は体がイケメンということです。イケメンじゃないのにモテる男性の特徴として体がイケメンということがあります。顔がダメなら体で勝負という男性もモテ男の仲間入りを果たしているケースが多いです。あまりにも筋肉ムキムキのマッチョは女性の中でも好みが分かれるので、万人に受けるタイプの男性かどうかというとそうではありませんが、適度に体を引き締めるのは女性受けの秘訣です。顔がイケメンでも不摂生しているようなだらしない体では正直女性受けが悪いです。お腹がズボンに乗っているなんてことがあってはモテ男にはなれません。だらしないという印象の体にならないように自分を磨いて、適度に男らしい肉体作りを心がけましょう。やっぱり人は自分にないものに惹かれるので、たくましい体を手に入れることでイケメンじゃないのにモテるということは十分可能です。私も結構筋肉系の YouTube 動画すごいなと思って見ちゃいます。なんか筋肉系以外でも、もしあなたのおすすめの YouTube 動画とかあればコメント欄で教えてください。5つ目は香りがイケメンということです。香りは脳に 0.2 秒で伝達するので、視覚情報よりも先に記憶されます。いい香りがすればそれだけ印象も良くなるので、香水を活用しない手はありませんよね。香りは人の五感にダイレクトに刺激するので、うまく活用すれば恋愛に大きな効力を発揮します。よく女性にモテるには清潔感が大切と言われますが、石鹸の香りなどをまとうことでこの清潔感を演出することもできます。人間以外の哺乳類には女鼻系という器官が存在して、そこでフェロモンを感知しているんです。人にはその器官はなくて、その代用として嗅覚器で感知しています。なので香りで人の本能に訴えかけ、刺激することで気になる女性を振り向かせることができるかもしれません。偶然街ですれ違った時、嗅いだ匂いによって懐かしい記憶とか、なんか懐かしい人のことを思い出したっていう経験ありませんか？これはプルースト効果といって科学的に立証されています。さらに恋愛に重要なのが単純接触の法則というものです。これは接触回数が多くなると、その相手に好意を抱きやすくなるという法則のことです。この単純接触効果は実際会っていなくても思い出させるだけで作用します。あの香りの人はと深く印象を残すためにも香水選びは重要です。甘すぎるとかきつい匂いではなくて、女性受けするのは爽やかで上品な香りです。香水の効果を活用するとさりげない大人の色気を演出できますよ。私自身香水がすごく好きで、いろいろ集めてて気分によって変えたりしています。香水でなりたい自分のイメージを演出することができるので、活用しない手はないと思います。まとめると、イケメンじゃないのにモテる男性の共通点は、1つ目がリード力、2つ目は女心を理解している、3つ目は人として尊敬できる、4つ目は体がイケメン、5つ目は香りがイケメンということでした。はい、私の LINE では3日間でモテる男になる限定動画を配信しているので、まだの方は概要欄からチェックしてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。またのお越しをお待ちしております。